イクザブラッド、姫良ゆきな役の種田梨沙です。皆さんチース、赤月なぎさ役の日高里奈です。皆さんチース、赤月五条役の細谷義政です。はい、この番組はですね、アニメストライクザブラッドのラジオ番組です。はい、今回はですね、初ゲストとして細谷義政さんが来てくださいました。いや、ありがとうございます。出たかったんですよ、この番組に。本当に出たかったんですよ。いや、なんかね、私たちもね、今日のラジオでも、来てほしい来てほしい言ってたら、うん、嬉しいわ。僕もだな、今日ね、初めて台本いただいて、このね、かかってる音楽も今聞くんですけど、なんか、うん、なんかオープニングアバンもそうですけど、今流れてる曲もなんかあれですね、ほのぼの系なラジオなんですか、これは。なんか常夏っぽい感じで、うん、感じ。あ、なるほど、常夏ね、うんうん、確かにストブラは常夏ですもんね。そうなんですよ、そうですよ。もうあの、細谷さん、このラジオ始まる前に1本、うん、はいはい、ペットボトル飲み終えてしまうという。そうなんですよ。早い、2本目すでに1日4リットルを目標に飲んでいこうかとね、思いまして。すごい量ですけどもね、結構頑張っていただこうと思って、うん、今回はね、細谷さんに頑張りますよ。今日は細谷さんが頑張って、今回頑張る回です。僕今日頑張ります、見守ります。はい、よろしくお願いします。そしてですね、なんとメールが1通来てるので読ませていただきます。ラジオネームくーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。タネさん、リナちゃん、ゲストの細谷さん、チースチース。電撃文庫秋の祭典でのストブラステージで細谷さんを見てから、イケメンでトークも面白い細谷さんにゾッコンです。本当に、ずっと来てます。本当に、細谷さんは男の人からもモテそうなイメージですが、どうでしょうか。ちなみに私も男です。やった、ありがとう。どうもありがとう。どうも。いや、わかる気がする、男性の方からモテるタイプ。この間してたよ。本当ですか。いや、僕ね、本当ね、あのストライクザブラッドのステージに出てから、うん、初めてあんなに男性のお客さんを前にしたんですよ、イベントで。だからね、それまでは未知で、うん、まあだってね、あの種田さんも日高さんも瀬戸さんもいらっしゃってね、何ですか、やっぱり綺麗な女性を見たいわけですよ、男性ファンというのは。だからなんか僕なんかいたらちょっと邪魔くさいかなって思ったんですけど、うん、まあノリが良くて、もうめっちゃ皆さん盛り上がってましたね。盛り上がってね、これもうだってゾッコンでグッと来てるって。いや、だってあのあれですよ、なんか紹介された時に、うん、なんかわーっていうのがですね、今までの経験だとキャーとかだったんですけど、なんか戦みたいなね、うおーって声が出てきて、なんか僕もテンション上がっちゃってですね、男性が多いから。そう、出た瞬間に汗だくだったんですけど、だけど早かった気がする。その日もやっぱりペットボトルを何本も消費して、何本も。僕、種田さんの分まで何なの飲んでましたから、種田さん一滴も飲めなかったっていう。意外と女性陣は飲まなかったから。そうだよね、お母さんが頑張ってくれてたからね。いや、ほんとね、お客さんだなと思いました。本当に。いや、本当にね、またやりたい。応援したくなる感はやっぱありますよね。本当ですか、細谷さん。うん、それ嬉しいな。それちょっと、ちょっと男子にモテる男子になろう、うん、でもゲイじゃないですよ、僕は。あれ、あ、そうなんですか。あれって、あれ、そりゃそうだ。今、日高さんがね、絶句したんですよ。絶句、ゲイじゃないですからね。あ、そうだ。でも男性のお客さん、僕好きです。なんか盛り上がってね。よかったね。はい、そんな感じでね、まあ楽しく和気あいあいと始めていきましょうか。ストブラジオ、雪菜と渚と古城のお隣放送局、この番組を最後まで監視せよ。